お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回ねクラッシュライドやっていくんですけど、今日ね新環境になりましたというわけで、まあ新環境ね何が強いのかっていうのをちょっと動画出すのすごい遅れてたんですけど、まあね、軽くデッキ紹介しつつやっていこうかなと思います。でもうこれね、このど真ん中にこの黄金の馬がいる通り、今期はね馬環境ですね。はい、というわけで馬が、まあプリンスね、馬がめちゃくちゃね今増えてます。あの枯渇の馬、ジャイの馬、スケラの馬、ゴレの馬、ロイジャイの馬、まああとは工場バーバリアンとかプラスの馬、まあみたいな感じで、なんか馬はですね、本当に馬がメインになってきてるので、まあ縦の戦士がまあちょっと増えていたりだとか、まあなんだろうね、まあそれ、まあ縦戦が増えたか、あとは馬がいる。でまああとはなんかクエイクがねすごい減りましたね。クエイクがめちゃくちゃ減って、あのボムターンもね、あの超減りました。というわけでこの2種類の馬スケラデッキをね今日は紹介したいなと思います。こっちはアイゴレと施設がねあるというわけで、まあ結構ね使いやすい形のスケラです。でこっちがアイゴレと施設がないんですよ。でその代わりは3スペ、まあ4スペか、ちょっと使いにくいかもしれないんですけど、まあ応用型と言いますか、結構ね、まあ、強いよっていうので、この2個をね使っていこうかなと思うんですが、まあマルチでいいか。はい、やっていきます。あのボムタワーがねめちゃんくりましたね。なのでこうもう陸なんだろうね、こうなんか陸を止めるのに今までボムタワーあればもう本当に何でも止まるみたいな感じで小物系も流行ってたんですけど、そういう小物系がすごい減って、今もう中型というかね、なんかまあなんだろうね、ちょっと変わりましたね。また大きく環境がで施設も結構減って、クエイクが減ったって言ったのもあるんですけど、なのでこうなんだろうね、こうプリプリがすごい今多いんですよね。プリプリが多いからこそ、まあ、クエイクも腐ってるし、うわこれやべ、クエイクも腐ってるし、まあなんだろうね、うん、プリプリ、本当にプリプリ環境っていう感じかなと思います。よいしょ、これやばいですね。このマスク一回捨てようかな。これ捨ててメガゴで都会しつつの、まあダクプリでね、このマスキがやばい。このメガゴが残ればいい。オッケー、メガゴ残ってダクプリ残る。相手はジャイスパですね。ジャイスパなので、スケルトン部隊がいますね。そう、スケルトン部隊ですね。このスケルトン部隊がいる中で今ですよね、これ難しいですね。けどだからやっぱこうなんか暇になるというか、回しにくくなるのがこのデッキのまあこう弱点みたいなところであるんですけど、これスケル打っちゃって、あ、オッケー、相手のミリペがもう腐る。すでにスケル打って雪玉バーンですね。雪玉バーン打って、お、ギャング、待って、スケアミリじゃねえよこの人。さっきギャングでしたね。ギャングザップやな雨。なんかテンプレのスケラのスケルトン部隊の枠がなぜかギャングになってる。まあギャングの方が個人的にはありがたいみたいなところはありますね。はい、というわけでこう施設がなくなった環境なので、もうユニットで守ってカウンターみたいな環境ですね、本当に。はい。なんかもう施設ごぼうりしかいないですね。まあ、ごぼうりとテスラぐらいならいるんですけど、本当にね、減りましたね。なんかクエイク使ったんですけど、なんか使って遅延効果が今まで2種類あって、ユニットの攻撃遅延とユニットの移動遅延があったんですけど、そのユニットの、攻撃にかかる遅延がなくなったので、よいしょ。なんかね、思ったほど相手のユニットを削れないし、しかもユニットめっちゃカウンター来るし、みたいな感じでクエイク打ったらすごいピンチになるんですよね。そう。で今まで入ってたこうホグとかが飛ばしてミニペグとかペッカとか来てても一発入っていたようなのが入らなくなったりみたいな感じで、結構ねでかいねクエイクは火砲が入ったかなと思いますね。よいしょ、クイキちゃん構えて、でバチコンでコウモリ出してきても、もうねプリンスがガン刺さりという感じで、相手のギャングなのがちょっと助かってますね。でこのデッキスパーキー明らかにきついんですけど、さっきみたいな感じでねスケラ防衛すればあのピンチねな、たまにはくぐり抜けられますという感じで、よいしょ。さあこれはもう時間がないんでね、勝ちましたという感じですね。今何が強いんでしょうね。なんかほんとプリンス入りのデッキが何でもいるって感じですね。なのであのもう陸系が薄いデッキとかはちょっときつくなってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、今度こっちの今度はゴボリ型でねやっていこうかなと思います。施設がボムタワーが圧倒的トップだったんですよ。けどボムタワー解放されて消えて、もう残りがねゴボリしか今いない、ゴボリとテスラしかねいないといったところですかね。うわーすっげえなこれ、このショテゴルマジで嫌ですね。ショテゴル嫌。まあここは一回耐えますかね。一回耐えですかね。一回このプリンスをバイバイして、ごぼうりが欲しいですね、マジで。ごぼうりが欲しい。
で、ゴレを、まあ、プリンスがね、ゴレを結構溶かすのに優秀っていうのありますよね。で、ポイズン貼って、ポイタルでダクネ処理。あー、エレキ残したかったっすね。正直。で、これはまあ、アイゴレ誘導した方がいいですかね。しなくてもよかったな。これ、メガゴがやばい。で、陸受けが、まあ、これ、いりそうですね。まあ、ゴブリ使っちゃっていいや。これで、勝手にカウンターになるんでね。そう、ゴブリとテスラしか今はね、もう施設としてやっていけないですね。小屋系、オーブンとかゴブ小屋が、まあ、どうなんだろうね。前の火砲がめちゃくちゃ痛いので、まあ、その辺使うなら、もう施設いらないっていうね、感じになってますね。なんかロイジェにも、なんかプリプリのロイジェだったりだとか、まあなんかそんな感じで、施設なしデッキがすぐ増えてますね。で、施設ないとやっぱ火力が出ないというか、大型止まんないので、まあプリンスとかダックプリとかそういう感じのカードが必須になってると言いますか。ここで結構、防衛していかないといけないっていうようなデッキがね、増えてきてますね。ボンバー来てくんねえかな、この辺に。これもうタルババ転がしちゃってダクネを早めに溶かしたいですね。でエレキプラスポイズンでメガゴが溶けてるのめっちゃでかくて勝手にカウンターなる。でこれはアイゴレつけたいんですけど、つけてもボンバーとかで一緒に処理されちゃいそうなんで一回ステイでいきます。あ、スケルトン部隊か。スケルトン部隊厄介ですね。まあこれは今逆彩形作りつつかな。でスケル打っていいと思いますね、これは。で、ライトニングあんのかな？やば、これ、多分スケル打っても全無視っすかね。いや、でも一応打った方がいいですね。一応打って、まあ、無視されたら無視されたで。はい。まあ、そうですね。で、相手は、どう防衛してくる？スケルトン部隊で防衛してくるのかな？多分これ、僕、守れるんですよね。なんなら。そう、ぶっちゃけ僕は多分、プリンスの火力が結構高いので、そう、エレキが処理されるものの、ここですね。ここで多分耐えれると思うんですよ。で、突進しないでほしいのと、このボンバー処理して、OK。いいですね。そう、防衛はね、マジ硬いですね。プリンスが強いですね、結局。プリンスが流行ってるんで、まあ、プリンスのメタを、まあ、縦線とか入れるのも大事ですが、プリンスをね、使うっていうのもね、大事になってきますね。なので、今までみんなが、皆さんが、まあなんだろうね、ダックプリとか、まあ、ミニペッカとかですかね。こう使ってたら、そこの枠をこうプリンスにね、しちゃうだけでも、でもこの相手の方もミニペ？多分ミニペの枠がプリンスになってましたね。まあ、みたいな感じで、こう火力枠のところをプリンスにするだけ、施設とかでもね、そう、いらないなと思ったら、プリンスにしちゃえば結構いいかなと思います。まあそれぐらい今プリンス環境ですね。はい。天ごと歓喜ですね。天ごと歓喜を常に来てるんですけどね。いつもなんかジャイ強くねみたいな、プリンス強くねみたいな言ってるんですけど、きついですよライキさんってよく言ってますね。アイスイズ、最近アイスイズプリンスロイジェイとかも入ってますね。ジャイプリ、高回転のジャイミニペのミニペの赤プリンスとかもいますね。とりあえずプリンスですね。ウッドアイスイズなので、ああなるほどね、これだ。これも今ね、すげえ強いと思いますね。このクロス。このクロス何にも加工されてないんですよね。トルネヘが前いじられたんですけど、所詮トルネそんな変わってなくて、そう、このデッキはね、めちゃくちゃね、もう練習した方がいいですね。真面目に。永遠に守られて、で、スケラなので、僕がキング起動されたら終わりですね。このデッキ特に。キング起動されたら終わりなので、まあ、ユニットの、でもダックプリとかプリンスなら大丈夫ですね。緊急度はできないと思います。なんかゴボールとかだとね、緊急度されるんで危ないですが、このプリンス系だと緊急度されないので、まあ、ウッドプラスのトルネとかでおしゃれなことされるとちょっと良くないですけど、いや、これな、勝ちたいですね。勝ちたいですね。普通に防衛クロスから入られると勝てないと思うんですけど、多分防衛クロスをしてこないと思うので、ポイズンタルでまあ耐えれるんですけどね、ぶっちゃけ。今たまたまクロス置いてくれねえかな。来た。もうこうね、祈ることも大事。よいしょ。で、このマスケ編延命できないともう負けですね。延命しても全然負けるんですが、これマスケで壊さないと壊せないか、まあポイズンタルですね。ダックプリとかプリプリで竹取りながらポイタルで。いや、マスケが？いい言ったらな。で、これはどうやって勝つかっていうと、すごいむずいんですが、
まあ耐えて耐えて耐えて、いつか僕の攻撃通るでしょみたいな感じですよね。ぶっちゃけね、本当に我慢ですよね。どっちが我慢できるのかっていう。なので無理にスケラ打つ必要がないですね。本当に我慢比べ、我慢できた方の勝ち。てかもう僕が我慢すれば我慢ですね。いや無事で気づけばロケット削りされるんで、まあ、ロケット削りしてきたら若干ねチャンスみたいなところはありますね。でこれはマスケを出す、まあ、出したいですね。これは壊しつつのスケラ打ちたいが、一回そうナイトル2来るので、ここですね。ここでかい。で、テスラも壊せて、ウッドも裂いた。来た。これですね。これが、まあ、我慢したことによって、で、なんとなく雪玉も打って、いい、バチコン。オッケーオッケーオッケー。やっぱマスケがね、相手としてはしんどくて、あとはポイズン3周ぐらいですね。ポイズン3周はなかなかやんちゃか。これ一回、しっかり低めに置いて、いやめっちゃいいじゃん。このマスクだとあのテスラじゃなくてねクロスを殴るはずなんですけど、これちょっとやばいですね。ちょっとやばいので一回これ強要しますね。でも一回強要して、あメガゴ入った。えそんな感じで入る、今見ました？皆さんメガゴ入りましたよ。相手だって今メガゴ入んないように防衛しとけば絶対チャンスあったのに、まあ、ラッキーですね。まあ、ですが、全然クロスでもね、まあ、勝ち目がないわけではないですけど、アチャ型の高回転だと、結構ね、まあ、厳しゅうございますといったところで、この2種類のね、スケラは今めちゃくちゃ強いと思うんで、ぜひね、使ってみてください。まあ、好み合う方、ね、僕はマスケ、僕はダクプリがいいとか、いろいろあると思うんでね、ぜひ、試してみてください。では、チャンネル登録まだしてない方はね、お願いします。お疲れちゃんでした。バイバイ。